音楽で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。ここでは私が見つけてきたレコードを紹介しています。今回はじゃん、ポーテッドのティーンエイジバードソングという2019年にリリースされた EP です。これは2020年にリリースされたアルバム、こちらこのもう超私のお気に入りのアルバムなんですけど、 16 Oceans、 ここに収録されている曲とリミックス、そしてデジタルオンリーでリリースされた曲が収録されています。こんな感じで、表裏こんな感じなんですけど、こっちがこうアルバムよりこう先行でリリースされた EP です。なのでちょっと雰囲気がね似てますよね。ダブルこの表紙、アルバムの表紙がこの盤のこの真ん中にあったりとか、全体的にちょっとデザイン、色使いが似てますね。中の方も、こんな感じ、これがアルバムの中でちょっと似てますね。このモチーフもアルバムの中の面に使われてたりします。はい、こういう感じね。もう素晴らしいです。めちゃくちゃこれなかなか見つからなかったんですけど、手に入って嬉しいです。まずは A1 の Teenage Bird Song という曲。これはアルバムにも収録されている曲で、もうフルートの音色が小鳥のさえずりのようなこう感じで、めちゃくちゃ可愛くて心地よくて、すごいこう耳に残るメロディーです。太陽の光が当たってこう草木がこうキラキラと光っているような、なんかそういう光景を想像するようなきらびやかで美しい曲です。私のめちゃくちゃ好きな曲です。で、A2 にアブロン・エモーションのリミックスが収録されてます。メインのメロディーは生かしつつ、そこに女性のコーラスが入って、ちょっとこうなんかアフリカンな感じのリズムのリミックスになってて、めちゃくちゃセンスがいいなと思います。素晴らしいリミックスです。このアブロン・エモーションは、アメリカ・サンフランシスコ出身で、DJ で、プロデューサーで、そしてソフトウェアの開発者でもある人です。すごいこのセンスの良さが気になって、彼女の楽曲をちょっと聞いてみたところ、めちゃくちゃ私好みでした。好きなアーティストが見つかってすごい嬉しいです。で、 B1 のオーバーモノによるリミックス。このオーバーモノというのは UK のアーティストで、 Trust と Tesla の兄弟ユニットです。すごいかっこいいブレイクビーツで、なんとなくこのフルートのこのメロディーがビヨってこう伸びた感じで入ってるのかなって思うぐらいで、ほぼ原曲の跡形っていうのはもうなくて、普通にかっこいい曲です。だけどフォーテッドのカラーはそのままこうしっかり残ったかっこいいブレイクビーツです。で、 B2 の Dreamer という曲、これはデジタルオンリーでリリースされた曲です。もうこのアルバムの延長上にあるようなこう雰囲気がこう似たような曲で、ライトでこうキラキラしてて疾走感のあるめちゃくちゃ気持ちいい曲です。ということで、今回は Fortet の Teenage Bird Song という EP のご紹介でした。原曲も素晴らしいし、リミックスもめちゃくちゃ素晴らしいです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。